心診療所チャンネル、精神疾患セルフチェック。今回は精神疾患の分類10種を見ていきたいと思います。よろしくお願いします。さまざまなメンタル不調を引き起こす各種の精神疾患、一方で分類をすると比較的全体像がつかみやすくなります。今回は精神疾患の分類10種です。まずは精神疾患の分類 ICD-10 を見ていきます。原因等でいろいろ分類されます。精神疾患は幅広いというところ、うつ病や統合失調症などが有名ですけれども、その他様々な背景の様々な精神疾患があります。分類することで全体像が見やすい部分があります。ここで使うのが国際的な分類基準 ICD-10 というのがあります。 ICD-10 見ていきますと、これは世界保健機関 WHO が作成した疾患分類になります。内科とかもありますけど、精神でもありまして、精神では F0 から F9 までの10種に分類をされます。なお改訂版 ICD-11-11 が近日導入予定とは言われています。ただまだ今は ICD-10 を使います。 ICD-10 の分類を見ていきますと、まずは F0 に関しては器質性の精神疾患が該当します。 F1 に関しては精神作用物質アルコール等が関連するものになります。 F2 に関しては統合失調症などになります。 F3 が気分障害、うつ病など、 F4 が神経症状障害、いわゆる不安障害など、 F5 は生理的背景なもの、摂食障害などが該当します。 F6 に関しては大人のパーソナリティ障害等が該当します。 F7 に関しては知的障害です。 F8 が心理的発達の障害、いわゆる自閉症スペクトラムなどが該当します。そして F9 が小児期に発生する行動障害など、ここで ADHD から分類されます。では精神疾患の分類10種見ていきます。さまざまなタイプの精神疾患です。まず F0、 症状性を含む器質性精神障害です。これは認知症などの脳器質の問題が言われます。この F0、 症状性を含む器質性精神障害を見ていきますと、これはまず脳器質、脳の小さくなるのは脳の器質のレベルでの異常からの精神障害という定義です。主に各地の認知症がそこに該当します。一方で外傷などに伴う器質性疾患というのも該当するところがあります。代表例一つ目がアルツハイマー型認知症 F00 です。これは脳神経が徐々に変性して萎縮するなどする全体的な認知症になります。物忘れ、中核症状のほか、精神的な不安定などの周辺症状が生活に影響します。補助的な薬しかないというところがあって、いわゆる介護的なものを活用することが大事になります。続いて器質性精神障害 F0607 ですけれども、これは外傷など器質的な原因による精神障害です。いわゆる認知的な障害や行動の変化が出ることがあります。その他うつや不安など気分面の症状も出る場合があります。 F0 のその他の疾患の例を見ていきますと、まずは血管性認知症、多発する小さい脳梗塞などの影響が出る場合があります。あとはレビー小体型認知症、これはパーキンソン病と少し似た形の認知症です。もう一つが繊毛、意識が変動して朦朧としてしまうようなものになります。続いて F1、 精神作用物質使用による精神および行動の障害になります。アルコール等での精神障害です。この F1 を見ていきますと、これはアルコール等の影響での各種の精神障害になります。ここではアルコールや薬物のほか、カフェイン等によるものもそこに該当します。依存、乱用及び誘発される精神症状などがここに該当します。代表例はアルコール依存症です。アルコールの慢性的な摂取による依存、それによって体にも様々な影響が出てきます。そして身体的な依存が出ますと、お酒を急にやめた時に離脱症状、手の震えであったり、場合によっては痙攣発作などが出る場合があります。ここに関しては特にお酒を飲むということに関しての特効薬はないということがありまして、断酒などの取り組みが現実的に必要になります。 F2、 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害です。統合失調症とそれに似た疾患になります。この F2、 統合失調症などを見ていきますと、ここには主な疾患は統合失調症になります。そしてそれに似た精神疾患もいくつか入ります。いずれも幻覚や妄想などが発生することが多いです。代表例が統合失調症 F20 になります。これは悪化した時に現地は妄想が目立つ精神疾患です。
脳のドーパミンという物質の作用の過剰が背景とされます。抗精神病薬という薬で治療しまして、これは安定した後も再発を予防のために続けます。 F2 のその他の疾患を見ていきますと、まずは持続性妄想性障害、これは F22 です。あとは急性一過性精神病性障害、そして統合失調感情障害というのがあります。続いては F3 気分障害です。うつ病などの気分の障害です。 F3 気分障害を見ていきますと、これはうつ病などの気分の障害が主に出る精神疾患です。ここに双極性障害、双うつ病もここに含まれます。そしてその他の気分障害も含まれるものがあります。まず代表の一つ目がうつ病 F32 です。落ち込みなどのうつ症状が続く脳の不調です。脳の物質セロトニンの不足などが背景されます。休養、薬物療法、主に抗うつ薬、そして精神療法が治療の三本柱とされます。続いて双極性感情障害、双うつ病になります。これはうつとその逆の双を繰り返す精神疾患です。うつ病とは別のメカニズムの脳の不調が言われています。主に気分安定薬という薬で治療しまして、これも安定をも続けていきます。その他の F3 の疾患を見ていきますと、まずは気分変調症、これはうつ病まで満たさない軽めのうつ症状が年単位長期間続くものになります。そして気分循環性障害、これは軽めの気分変動、双極性ほどじゃないものが年単位で同じく続いていきます。続いては F4 神経症性障害、ストレス関連障害および身体表現性障害になります。不安障害とストレス反応などになります。この F4 神経症性障害等を見ていきますと、これは主には各種の不安障害が該当します。そして適応障害に関してもこの部分に含まれます。各種のストレス反応その他のものも含まれます。まずは不安障害 F40 から42になります。これは強い不安が出て生活にも影響が出る精神疾患です。出方や場面などで細かく分類されるところがあります。一方治療に関しては抗うつ薬を土台にして不安にならず脱患者をするとほぼ共通しています。代表的な不安障害を見ていきますと、まずは社会不安障害 F40、 これは対人的な人前の場面での強い不安です。続いて全発性不安障害、これも F40、 さまざまな物事に対しての慢性的な不安です。3つ目がパニック障害 F41 になります。これは急な心身の不調、パニック発作の繰り返しが目立ちます。もう一つが強迫性障害 F42 になります。頭からなかなか離れない強迫観念なのが特徴的です。もう一つは適応障害があります F43-2 になります。これはうつ症状などが目立つ強いストレス反応になります。うつ病と違ってストレス反応でして脳の不調はないとされます。これに関しては環境調整とストレスマネジメントが主な治療の柱になります。その他の F4 の疾患の例を見ていきますと、まずは急性ストレス反応、急な強いストレスへの反応があります。そして乖離性障害、ある種ストレスなどを背景に自分が自分で亡くなってしまうような状態になることがあります。そして身体表現性障害、これはいろいろストレスやうつ症状などが体の症状として表現されるものになります。続いて F5、 生理的障害及び身体的要因に関連した行動症候群になります。摂食障害など身体面を巻き込む障害になります。この F5 の障害を見ていきますと、これは身体面を巻き込むタイプの精神障害になります。摂食障害や不眠症がこの部分で代表的です。その他の身体や行動に関連したものもこの中に入ります。まずは摂食障害 F50 です。これは拒食や過食を繰り返す精神疾患です。ボディイメージの障害といいまして、本当は痩せてるのに痩せると感じないような体のイメージに関しての強い偏りというのが影響するとされます。そしてこれは特に拒食があった時、体への影響が非常に強くありまして、入院などでの身体の安全を守る必要が出る場合が少なからずあります。続いては不眠症になります。各種原因での眠れない症状が続くというところになります。これはうつ病などの精神疾患の症状の一つの場合もありますし、逆に精神疾患の発症や悪化の原因になる場合もあり得るところです。続いては F6、 成人の人格及び行動の障害、さまざまな種類のパーソナリティ障害などになります。 F6 をちょっと見ていきますと、これは主には各種のパーソナリティ障害が該当します。そして性同一性障害 F60 などもこのように分類されます。パーソナリティ障害をまず見ていきますと、これは感情や考えなどの持続する強い偏りというところになります。様々な出方によって
10種類に細かく分類をされます。基本的に何か改善するための薬はないというところがあって、まあ、直面して内省をしながら行動的にいろいろ偏りを減らしていくことで対策をしていくことが多いです。代表例の一つ目は境界性パーソナリティ障害。これは感情の調節困難が目立つタイプのパーソナリティ障害です。時に相手への依存や巻き込みが目立つ場合があります。これも基本的には薬ではなくて感情のコントロールをどうするかというのが現実的な対策の柱になります。続いては自己愛性パーソナリティ障害。自分が特別だと思うタイプのパーソナリティ障害です。人を見下したり高圧的な態度を取るなどして周りが主に疲弊することが多いです。ここに関してはご自身が直面できるかどうかがその後改善するかどうかの分かれ道になります。続いてが知的障害。生まれながらの知的機能の障害です。知的障害を見ていきますと、これは生来の知的機能の障害遅れになります。基本的には IQ70 未満で定義されて程度によって分類をされます。これも薬はなくて主に福祉的なサポートというのが対策の主体になります。重症度の分類、 IQ による分類を見ていきますけれども、まず IQ85 から70のところに関しては境界知能といって障害まではいかないというレベルです。そして IQ50 から69が軽度の知的障害になります。35から50が中等度の知的障害、 IQ20 から35が重度の知的障害、 IQ19 以下が最重度の知的障害になります。続いて F8、 心理的発達の障害です。生来からの発達の障害になります。 F8 心理的発達の障害を見ていきますと、主には ASD、 自閉症スペクトラムが分類されます。そして学習障害などある分野、特定の分野の発達の障害というのもここに分類されます。一方 ADHD はこの F8 には分類されていません。代表例が ASD 自閉症スペクトラム F84 になります。これは社会性の障害、こだわりなどが特徴の発達障害です。幼少期に見つかることも多いんですけれども、大人になってから見つかる方もいらっしゃいます。ここに関しては薬はなくて特性の理解と改善の取り組みというのが主な対策になります。その他の F8 のものを見ていきますと、まずは会話や言語の特異的な発達障害、続いては学習能力の特異的な発達障害、いわゆる学習障害、そして運動機能の特異的な発達障害になります。続いてが F9、 小児期および青年期に通常発症する行動および情緒の障害になります。 ADHD などの行動等に影響するものになります。ではこの F9 の障害見ていきますと、 ADHD はこの F9 に分類をされます。その他チック障害や行為障害などもここに分類をされます。その他の種々の小児期でのいろいろな精神障害というのはここに分類されます。代表例が ADHD 注意欠如多動症になります。 F90 です。これは不注意、多動、衝動性が特徴の発達障害になります。この幼少期に見つかることは多いんですけれども、成人で不注意などから見つかる場合もあります。改善の薬はあるんですけれども、効果には個人差があって、あくまで改善に伴います。そのため生活の取り組みをしていくことは大事です。その他の F9 の障害を見ていきますと、まずは行為障害といって問題行動などをしてしまうというタイプの方がいらっしゃいます。そしてチック障害もここに分類されます。その他の小児期の精神障害もさまざまこの F9 の中に分類されます。今回は精神疾患セルフチェック、精神疾患の分類10種を見てきました。さまざまな精神疾患の分類というところにおいて ICD-10 というものはありまして、その中での分類は次の10種類になります。まずは F0 器質性の精神障害、 F1 アルコール等の精神作用物質での障害、 F2 統合失調症やそれに類するもの、 F3 気分障害、うつ病など、 F4 神経症性障害など、これは不安障害などが該当します。 F5生理的及び身体的要因等の障害、摂食障害などが該当します。 F6 これは成人の人格面などパーソナリティ障害が主に該当します。 F7 は生来の知的障害になります。 F8 は心理的発達の障害、 ASD 自閉症スペクトラムなどが該当します。
そして F9 小児期の行動および情緒の障害、ここに ADHD などが分類をされます。ご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録していただけると大変励みになります。